マイヤー・ランス・キー、マイヤー・ランス・キー、1902年7月4日から1983年1月15日は、ユダヤ系ロシア人のギャング。本名は、マイエルス・ホフラニスキ。ルチアーノ・ラ・マフィアの大聖顧問。当時ロシア帝国領だったフロドナ、現在のベラルーシ、グロドノで、ポーランド系ユダヤ人の両親の間に生まれる。1911年、一家で渡米し、 ニューヨークのブルックリンのブラウンズビル、ついで、マンハッタンのローアーイーストサイドのグランドストリートに住んだ。1916年頃、不良グループのボスだったラッキー・ルジアーノに、用心膨大を払うのを拒否して喧嘩し、以後友達となった。父に勧められ、機械工の見習いとなったが2年で辞め、アイルランド移民の少年仲間とクラップスなどのサイコロドバクをやっていた。 1921年頃、ゴールドダストツインズというユダヤ人ギャング団に入り、バグジー、シーゲルと知り合った。車を使った窃盗団を組織し、近所の商店や金貸し屋を揺すっては商品を強奪して売りし、他のストリートギャングに恐れられたバグズメイヤーギャング。ウィリアムズバーグブリッジの下にあった倉庫に盗難車を蓄えギャングに貸し出した。 1920年代初期は、シーゲルと共に密輸ギャングのルイス・ダッチ、ゴールドバーグなどのもとで酒の密輸トラックの武装ガードマンを務め、ニューヨークからシカゴまで酒を運んでいた。やがて他の密輸トラックを襲って酒を横取りし、非合法の酒取引所で転売して稼いだ。彼らを雇っていたフランク・コステロの紹介で、アーノルド・ロス・スタインに認められ、自ら密輸ビジネスに参入した。 ルチアーノラと酒輸送ネットワークの一員になり、規模を拡大した。ワキシー・ゴードンラとロススタイン配下のスコットランドの上流修行者との間の配送ルートを威立した。偽造スタンプ工場の設立からラベル印刷、輸送トラック、貨物船の購入まで、密輸作業を本格化させ、売りさばいて得た、莫大な収入を、地下と博上の設立や、政治家、警官の買収に充てた。 1920年代中頃、サムブロンフマン一味のカナダ三種を海上ルートで密、輸入し、東海岸の密輸グループ、ビッグセブンの一角を占めた。1928年、ロス・スタインが死ぬとその賭博工業の利権を受け継いだ。ルイス、レプケバ・カルター、エーブ・レルズと知り合うと、麻薬ビジネスにも手を染めた、賭博に専念するためほどなく離脱しとされる。 1930年のカステラン・マレーゼ戦争では、サルガトーレ・マランツァーノに顔を知られていない無名のユダヤ系コロシアを集めて、ルチアーノの対、口ゲピート構想を手助けした。1931年、ルチアーノがニューヨーク・マフィアを制すると、ルイス・バカルター・ヤシー・ゲルと共にマーダー・インクの設立に関わった一説にランスキーの発案とも言う、アイルランド系、ユダヤ系、 イタリア系ギャングの横の連携に努め、1934年に、ウォルドルフ・アストリアで、ジョニー・トリオラと、全米犯罪シンジケートを立ち上げた。コロス・スタインが深く関わっていた賭博リゾート、サラトガ・スプリングスで、コステロラと共に違法賭博のノウハウを学び、1933年の禁止法廃止と前後して、ニューヨークの外に進出した。ケンタッキー、フロリダ、ニューオリンズ。 西海岸などに次々と闇賭博の拠点を作った。カーペットジョイント、高級賭博クラブが事業の中核だったが、競馬やドッグレースも手掛け、施設馬券上、競馬通信社を支配した。シーグルを西部に派遣し、ロサンゼルスに拠点を作り、ネバダ州の賭博合法化により、ラスベガスにも進出を開始した。1938年、 当局の手が及ばないキューバに目をつけ、バティスタ政権に、マイ一説に300万ドルを送って、賭博リゾートの利権を独占した。トラフィカンテジュニアや、カルロス・マルセロラ全米のギャング仲間と儲けを、分かち合った。儲けた金は、スイスのダミー会社に送金、資金を洗浄した、マネーロンダリング。1938年、フランク・コステロとランスキーは25万ドルの、 秘密基金を作り、同年ニューヨーク州知事に出馬したトーマス・デューイの選挙資金を負担したと言われる。彼は選挙資金としてその金を受け入れ、その年の選挙には敗れたが、それから二度と彼らの脅威にならなかったという。1944年のデューイの大統領、選挙出馬でも資金援助したとされる。第二次大戦中。 ルチアーノ釈放と国内のドイツスパイ相当作戦を通じてオース CIA の前身とのコネを築いた。また、ルーズベルト大統領とキューバのバティスタ大統領との会談をセッティングしたいわれる。後、マイアミやキューバ、バハマなどカリビアン諸国に投資会社を多数設立して闇資金の流れを拡乱し、トーマス・デューイなど著名な政界 OB を会社の重役に据えて、 合法偽装した。フラミンゴの建設プロジェクトにシーゲルを任命したが、戦時中の資機材の高騰や建設の遅延、シーゲルの気まぐれな設計変更等で建設は難航した。シーゲル自身の報道などで数百万ドルの資金を溶かしたとされ、シーゲルは責任を取らされて1947年に暗殺されたが、シーゲルにプロジェクトを委ねた。 ダンスキーにも制裁があったと噂された。戦後状況が好転し、人気リゾートとして成功した1950年代には、フラミンゴやサンズなど、ホテル賭博の上がりを大胆な手法で脱税、ピンハネした。1951年のキーファーバー委員会で、コステロラマフィアの大物が、次々と狙われる中、小物とみなされ、1952年に、 サラトガの違法賭博で3ヶ月の禁固刑を受けた。同年マイアミ北部のハレンダール市に移住した。1952年、キューバのバティスタが軍事クーデターを仕掛けた際、クーデターの準備に資金協力し、バティスタ政権の賭博政策のアドバイザーとなった。1950年代後半キューバに独自の拠点を作ろうとした、ニューヨークマフィアのアナスタシア一家のボス。 アルバート・アナスタシアと衝突するとコステロ一家の美とジェノベーゼと結託た,た。1959年1月、カストロの革命政権が誕生すると、キューバに莫大な資産を残して、マイアミに逃げ帰った。虎の子のホテルリビエラは没収され、一節2600万ドルを損したという。帰米して、すぐ FBI と接触し、カストロだとそのた状況の打開を訴えた。 1959年2月、チンジ系と仲間のアブナー・ツビルマンが自宅で首吊り死体で発見され、警察は自殺と結論付けたが、FBI はダンスキーが死亡したと信じた。同年9月、ジェノベーゼ一家幹部、アンソニー・カルファノが暗殺されたが、週刊中のジェノベーゼと殺害を共謀し、そのフロリダのタンパ市のカジノを奪ったとの説がある。 1950年代より、バハマ諸島に進出を開始し、ウォール街の投資家、ウォレスグローブスやカナダ人、ルーチェスラーラを動かしてバハマ支配政党、PLP からカジノの独占権を得ると、組織的なキックバックや集団ドーン手法でカジノの上がりをかすめ取り、これをニューヨークマフィア他全米ギャングに分配した。1960年代後半、 キューバの革命暴動を予測できなかった反省から、地腐敗化した、バハマの与党、PLP を、スキャンダル汚職の暴露を通じて政権から追い落とし、賭博クライセンスの政治的保障と引き換えに、野党のピンデリングの政権樹立に協力した。禁止法時代のランスキーの協力者は、ニューヨーク地元のユダヤ人脈に限られ、そのほとんどは、町のグレンタイ上がりの便利や不情だった。 全米に進出した1930年代、後半より、賭博工業のノウハウを持ったキャリアを増やし、プロジェクトごとに少数精鋭の賭博チームを率いたと推定されるが、具体的なオペレーションは闇に包まれている。ランスキーの長年の仲間では、ラスベガスのフラミンゴホテル建設で、ランスキーの手足となって動いたモーセドウェイ、イスラエルに帰化を果たし、 ダンスキーの帰化に尽力したドクス・テチャーなどがいた。1928年9月に国籍を取得した。1929年9月にアンナ・シュトロンと結婚したが、1946年に離婚した。1948年12月にセルマシアー、テティと再婚した。アンナとの間に三人の子供を設けた。家族思いの男で、離婚した元妻とも良好な関係を続け、 親戚やナイトクラブを除いて、妻以外の女性と歩いているのを一回も目撃されなかった。次男ポールは、エリート軍人の登竜門であるメモン、名門ウエストポイントを卒業し、陸軍士官になった FBI レポート。1960年代、ギャンブル、ホテルゴルフコースへの投資などで3億ドルを設けたと言われる。1960年代から FBI のターゲットとなっていたが、 1970年に脱税容疑を受けてイスラエルに逃亡した。2年後、帰化申請が却下され、国外追放されると、アメリカ政府は訪問先の中南米諸国にランスキーを入国させないように圧力をかけた。アメリカに強制送還されたが保釈された。1976年に病気と老齢を理由に、 告訴は取り下げられ、FBI は、ダンスキーの新編調査を中止した。マイアミの歓声な隠れ家で失踪に暮らし、1983年1月15日、肺がんで死去した。3億ドル以上の資産を残したと言われたが、本人名義の資産は5万7千ドル。鑑定額で、彼の死後に遺族が発見したのは、手紙類、200ページの手書き人生メモ、裁判書類、 刺繍コピーなどで、スイスバンク講座も札束の塊も発見されなかった。資産を持たず、資産を持った部下を持ったなどと言われた。妻、テディの死後、孫たちの間で、失われた資産探しが始まったが、未だに見つかっていない。ビンセント・テレサ、ニューイングランド一家所属によれば、ランスキーは、ラスベガス等のギャンブルで全米のコーサノストラの組織を儲けさせているが、 あくまで、コーサノストラの代理人としてのそれであり、代理人として正直に振る舞っている上では役に立つが、そうでなければ、いつでも消される立場にあるとしている。またアンソニーされるの、ジェノベーゼ一家は、ランスキーの死に際し、ジェノベーゼ一家のワークスタッフに過ぎない。何をやるにも、ヴィンセントアロ、ジェノベーゼ一家を通さなければならず、独立した権力もなかったと FBI に語った。 これらマフィアの内部証言者二人とも世間に定着した暗黒外の大物、闇社会の帝王のイメージを否定した。FBI の登場記録から生活の必要は自分から多くのものを奪った、戦争で大金持ちになった人々がいるが、彼らは職を持つべきではないなどと不合と思えないような発言、愚痴を繰り返していたことが判明した。 息子の手術代を払えずヴィンセント・アロに用立ててもらったエピソードも後になって露見した。晩年に滞在したイスラエルでのテレビインタビューではマスコミで言われている3億ドルの資産を真っ向から否定した。彼の質素な生活が謙虚なライフスタイルの繁栄でも不合のイメージをす。偽装でもなく実際の財政状態を表していたのではないかとの指摘もある。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。